ございます。天気予報通り、昨日気象予報士の塚原さんが言ってましたけども、雪になりますよこんばんは言うてやっちゃったんですけど、予報通り雪になりました。寒いですね。はい、ちょっとだけ積もっております。はい、そんな雪の中、まだ真っ暗ですけども収穫に行ってまいります。はい、ということで皆さんお疲れ様です。昨夜はね、天気予報通りちょっとまあ雪が降ったみたいで、今朝ちょっと積もってましたけども、昨日はね、ほんとちょっと天気荒れてまして、風も強くてね、結構強い風が吹いてですね、ハウスがちょっとまあ気にはなってたんですけども、まあ大丈夫かなという感じだったんですが、まあ雪はね、ご覧のようにもう朝ちょっと積もっただけでもこの辺はすぐ消えてなくなるんですけども、もう今はね、全然雪は溶けてない感じなんですが、ハウスがですね、今ちょっと灯油をの配達を頼んで、うーっと向こうから軽トラで帰ってきて、一応遠巻きにハウスをぐるーっと見てたらですね、なんとこっから見えますかね、あの辺ちょっとなんか怪しいとこあるでしょ。ちょっと遠目、さっき道路から遠巻きに見たらあれと思って急いでちょっと帰ってきて、はい、で中から見てみると、じゃあ破れてましたか。こりゃいけんな、やれやれ。まあいやいや、まあまあしょうがない、ちょっと補修しとくか。はい、そんな感じでね、破れとりましたわ。もう年末にこのハウス、去年の台風で張り替えたばっかりだと思うんですけどね、去年だったかな、一昨年だったかな、いや去年じゃな、マジか、もう今年はどんだけわしをいじめるねんこの天候という感じで、痛いなこれ。まあしょうがない、ぐずぐず寄ってもしょうがないんでね、ちょっととりあえず、今晩もちょっとみぞれっぽいのが降るかもしれないんでね、まあ応急処置だけしとこうと思います。やれやれは。はい、それじゃあ今からハウスに上がっていこうと思います。よいしょ、裸足でね上がらんと滑るんで、大体こんな iPhone なんか持って上がっとる場合じゃないんですけども、せっかくなんでね、よいしょ、5メーターちょっとぐらい、6メーター弱破れております。めちゃめちゃショックです。
風があるんでね、ちょっと補修しにくいんですけど、とりあえずやっときましょう。また天気のいい日にやり直さんと、これ以上広がらないことを祈ります。ちょっと今から補修作業の様子が撮れるかどうか分かりませんけど、どうやったら撮れるかな。こうやって無理か。今ホームセンターで買いましたけど、雪が降ってきました。やばいです。今ホームセンターからね買ってきたんですけど、1本しかなかったんで、まあ残り 2.5 なんでね、1本でなんとかなるかと思ったんですが、ご覧のように雪が降ってきてですね、ここも濡れて滑ります。ちょっとこれはね危険ですね。ちょっとこんだけ濡れて滑ると、落ちて怪我してもバカバカしいんでね、ちょっと今日はあれ以上広がらないことを祈りつつ、ちょっと補修はここで断念しておきましょう。ちょっと濡れているビニールハウスに登るのは非常にちょっと危険です。濡れてない時も裸足で上がるんですけども、もうこんだけちょっと濡れてると、もうツルツルでね、全くこう引っかかりがないんですね。ここまあ横に一応入れとる、ちょっと近めに横が入っとるんですけども、それにしてもちょっと危ないであろうということで、ちょっと怖いんでね、もうちょっと早く気がつけばよかったんですけども、ちょっと一応ここで断念しておきます。はい、ということでね、ちょっと一瞬小ぶりになったし、
いけるかなと思って登りかけたんですけど、やっぱりもう濡れとったらもうツルツルで、足の上がれたとしても上でこう足踏ん張るとこがないんで、もう危険すぎたのでやっぱり諦めました。また明日できるかな。まあ天気予報が今晩またちょっと降るようになっとるでね、明日も 60% ぐらいなんで、まあまあこればっかりはしょうがないんですけども、とにかくあれ以上広がらないことを祈りつつね、また乾いたら、補修の続きをやろうと思います。そんな感じでね、年末になってもう大打撃を食らうという、そんな1年のハッピー新年祭でございました。はい、まだまだ、まあ年末までもうちょっとありますけどもね、母ちゃんがいつも言うようにね、頑張るしかないんで頑張っていこうと思います。そういうとまあね、もう何言うとるか分かりませんが、そんなところで今日は終わっておきたいと思います。それでは皆さん、また今度ハッピーチンゲサイ、勘弁してくれよ。